切る。軽くかき混ぜたら、出来上がりです。マイナス10キロ、飲んで痩せるリンゴ酢スカッシュお伝えしていきます。この動画をご覧いただきますと、リンゴ酢ダイエットの効果を上げる手作りのリンゴ酢スカッシュの材料、作り方、レシピがわかるんですよ。このチャンネルでは、このような様々な腸活法をあなたにお伝えしています。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただけますととても嬉しいです。また詳細欄に LINE のリンク貼っております。今ご登録いただきますと、私が取り組んでおります腸活ダイエット、無料で動画4本プレゼントしております。そちらもお役立てくださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では一つ目の項目です。なぜ手作りのリンゴ酢スカッシュを飲むと痩せることができるのかというその理由についてお伝えしていきますね。それはあなたの腸内環境を整える材料を使っているからなんですよ。もしあなたがダイエットを成功させたい、もう絶対に綺麗に健康になっていくんだっていう思いがおありであれば、何をすればよいのか。もうまずはあなたの腸内環境を整えることがもう大前提になってきます。そうしないとどんなにあなたがこう日々努力をされたとしても結果が出ない、もしくは結果が出ても必ずその先にはリバウンドが待っていますよってことになりかねないんですよね。なぜかというと根本的に痩せ体質になっていないからなんですよ。ですからやはり痩せるためには腸内細菌が善玉菌と呼ばれるその痩せ菌たちが元気じゃないとね、もうダメなんですよね。この逆でデブ菌と呼ばれるその悪玉菌がもう元気いっぱいだとあなたの努力が水の泡になってしまうということになります。ですからポイントはあなたの腸内環境をまずは整えることが大前提ですよということになります。では2つ目の項目です。何を使ったスカッシュなのかということで、材料が持つ痩せ効果をもっと詳しくお伝えしていきたいと思います。今回ベースで使いますのはリンゴ酢になりますよね。こちらです。純リンゴ酢をぜひ選んでください。理由は気をつけないといろんな添加物が入ったリンゴ酢が非常に多いからなんですね。例えば余計なそのアルコールであったり香料であったり人工甘味料であったり加糖ブドウ糖液糖とかそのこうわけのわからないこう甘みがいっぱい添加されている、まあ、要は添加物たっぷりのリンゴ酢というのも残念ながらあります。そこでじゃあどうやって選べばよいのかということで、あなたが購入される時はぜひこの裏の原材料名をチェックしてください。ここにたった一つだけ書いてあるものを選びましょう。なんと書いてあるかと言いますと、リンゴ果汁のみです。もうこれだけでできているリンゴ酢をぜひ選んでくださいね。そうすれば、まあ、どこの商品でも丸ですから気をつけましょう。できれば国産がいいですよ。こちらも私が手に取りましたのはミツカン産の純リンゴ酢なんですけれども、国産リンゴ果汁を 100% 使ってくださっている安心のリンゴ酢ですね。でさらに良いのは有機栽培のリンゴ果汁のリンゴ酢はね、もうさらにいいと思いますので、もしお近くに目に留まりましたらそういった良質のリンゴ酢を選んでください。でこのリンゴ酢はですね、まずは酢酸の働きが素晴らしい効果を出します。どんな効果かと言いますと、先ほど1番目で伝えました腸内環境を整える、要するにあなたの腸がもう元気いっぱいにもうビューとね動き出すその力を与えてくれる力がやっぱりリンゴ酢にはあるんですよね。そのことでまずは腸の動きが良くなって、結果痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちが元気になってくれるから。そしてもう一つすごいのは血糖値の急上昇をグッと抑えてくれる効果があるんですよね。太る原因は血糖値の急上昇です。その間に脂肪がぐーんと溜め込むわけですから、そこを抑えてくれさえすれば緩やかに上がると脂肪の蓄積も減るんですよね。そういった働きもある。そしてカリウムが豊富ですから、あなたのむくみも改善、もうキュッとね小顔にしてくれる効果もある。
そして内臓脂肪をなんと燃やしてくれる効果がありますから、そのことであなたの基礎代謝が上がって、結果脂肪がつきにくくなる効果も期待できるんですよね。プラス満腹感を得ることができます。ですから例えばもうさっき食べたばっかりなのにもうまたすごいお腹すくっていう方は、このリンゴ酢の効果を味方につけていただいて、あなたのその暴走する食欲をですね抑えてもらいましょうということで、今回はリンゴ酢を使っているわけです。そして今回のスカッシュに使う甘味料はですね、天然の蜂蜜をおすすめします。ここで例えばカロリーオフの人工甘味料などをですね使ってしまわれますと、あなたはますます甘いものが飲みたい食べたいに、ね、なってしまうんですよね。これすごく良くないです。なぜかというと、甘いのにカロリーがないということは、脳がもっと熱量取らなくっちゃ、甘いもの食べなさいって、ね、命令するんですよ。そうするとあなたが悪いのではなくって、あなたの脳が指令を出すわけですから、あなたがそこに従わないといけなくなってしまってますよということで、どんどん人工甘味料を取れば取るほど甘いものがね食べたくなってしまうんですよね。結果もやめられない、止まらないということで、負のスパラルへとあなたがその陥ってしまう手前でですね、やっぱりご自分のことを守らないといけないわけです。その時にやっぱり自然の天然なものが私は一番だと思っています。なぜなら私が選んだ今回蜂蜜は、もちろんその天然のね 100% 添加物ゼロの、できれば国産のいい蜂蜜使っていただきたいんですが、ビタミンやミネラルが豊富なんですよ。要は栄養価が高いんです。栄養がしっかり取れれば痩せます。なぜかというと、栄養がこういったものがないままダイエットをしたところで、あなたのホルモンバランスがもうどんどん崩れてしまって、食欲が暴走してしまったり、また体重をコントロールしてくれてるホルモンがそもそも働かなくなれば、どんどん設定が上がっていってしまって太ってしまうわけですよね。そうならないためにはやっぱりバランスよくしっかり栄養が取れているかどうかというのがとっても大事ですから、私は今回蜂蜜効果としてビタミン、ミネラルが豊富であったり、またアミノ酸やグルコン酸といって脂肪を燃焼してくれたり、ビフィズス菌がどんどん増えてくれたりと、そういった腸内環境を整えてくれる、オリゴ糖もいっぱい入ってますからね、こういったものをやはり取るというのが大事になってくると思います。そして材料の最後に、今回冷凍のミックスベリーも使っています。でこのフルーツってですね、もちろんお菓子、おやつ、こう太りやすいケーキとかですね、洋菓子和菓子問わず、お砂糖がたっぷり入っているおやつに比べたら、そのおやつを果物に置き換えるってすごくダイエット効果ありますが、果物って実は葛藤がすごいんですよね。もうどうかすると、その食べ過ぎてしまうとケーキ1個よりも甘かったみたいな、そんなことにもなりかねない、ちょっと気をつけないといけないっていうのと、特に南国系のフルーツはお体を冷やします。冷やすフルーツを食べ過ぎちゃうと太ります、代謝が落ちますからね。特に女性の私たちは体を冷やすって一番良くないです。太ります、代謝が落ちてしまうからですね。なので、例えばフルーツであればこう寒い地方で取れるようなフルーツっていうのが、痩せ効果は高いですよね。で、暖かい地方の食べ物っていうのは体を冷やすから太っちゃうっていうのをちょっと覚えていただければと思うのと、プラス今回はなんで冷凍ベリーを使うのかということなんですが、そのベリー系のフルーツってですね、先ほどからお伝えしているその太る元、果糖ですよね、糖質ですよ、それが低いんです、すごく低いんです、他のフルーツと比べると。なのでダイエット目的で、しかも健康的で綺麗にとなると、やはりこのベリー系のフルーツをスカッシュに使っていただくのが一番いいなと思って、私が今回考えたのがその冷凍のベリーミックスを使ったスカッシュなんですよね。そうすることでもう本当に爽やかですし、先ほどお伝えしたこの蜂蜜を入れなくっても冷凍ベリーの甘み酸味がありますから、すごく美味しく召し上がっていただくことができますので、お好みで蜂蜜はもういらないという方は無理に入れる必要はないです。ただ甘みがちょっと欲しいなとか、ちょっとデザート感覚でもうおやつの代わりにこのスカッシュに置き換えようという方は、ちょっと蜂蜜入れても良いと思います。それではお待たせいたしました。いよいよ最後の項目3つ目、どのようにそのリンゴ酢スカッシュを作るんでしょうかということで、今回材料と作り方、あなたにご案内して終わりたいと思います。まず材料ですね、1人分です。
無糖の炭酸水です。 250ml です。なのでこちら1本が500入ってますから、この半分の量でいいんですよね。で、私はあの無糖の炭酸水すごく好きで、特にこのサントリーさんのこの天然水からできているスパークリング、これ結構ね強炭酸水こうクーってねスカッてするんですよね。なので私はこちら気に入ってます。もちろん無糖でゼロカロリーですよ。よく気をつけないと、あのちょっと香料、例えばこうレモン無糖炭酸水とかいろんなその香りがついている炭酸水はおすすめしないんです。あれは添加物ですので、ぜひこういったもう完全無添加の炭酸水ですねを購入してください。こちらミネラルウォーターと炭酸だけでできている炭酸水です。そして冷凍ミックスベリーですね。私はもうよくあの生協さんであったりグリーンコープさんであったり、まあ、あの業務スーパーさんとかどこでも売ってますよね、冷凍ベリー。これもあのお砂糖とかが入っていない、もう完全そのベリー系だけの無添加の冷凍ベリーを選んでくださいね。ベリー系は脂肪燃焼効果もありますし、もうビタミンもミネラルも取れますし、果糖ですね、糖質が低いフルーツですからおすすめです。ここはお好みで、あの種類は問わず、ベリー系だったら OK、 ブルーベリー、ブラックベリー、ラズベリー、あと、ストロベリーとかですね、ベリー系です。大丈夫ですか。それを 25g 準備してください。で、あとは先ほどおすすめしましたこの完全な純リンゴ酢を大さじ1杯と、こちらもできれば国産の無添加の蜂蜜を小さじ1、まあ、ここもお好みでいいです。もう外していただいてもいいぐらいです。あの冷凍のミックスベリーが甘いのでいいと思います。以上が1人分の材料になります。でポイントなんですけれども、この炭酸水はキンキンに冷やさず、できれば常温のまま飲んでください。なぜかというと、もうすでにこの冷凍のミックスベリーが冷たいので、そのベリーと混ぜることでもう氷代わりですよね、このベリーが。ですから冷やさないでほしいんですよ。あんまり冷たいものを飲んでしまわれますと、腸の動きが止まってしまって結果太ってしまいますから、これからね、まあ、だんだん暖かい季節から暑い季節に今移動していくわけなんですけれども、どうしてもね冷たいものを美味しくて飲みたくなると思うんです。ただダイエットを成功させたいその期間は、特に冷たいものは飲んでは NG です。ダイエット効果が半減してしまいますから、できればこういった炭酸水も常温で、その代わり冷凍ミックスベリーを氷代わりにして、ちょっと冷たく召し上がっていただければなと思います。それではここから実演を交えて、このリンゴ酢スカッシュの作り方をご覧いただきたいと思います。
さあいかがだったでしょうか。この動画ではリンゴ酢を使ったリンゴ酢スカッシュの作り方、そして取り組み方をご紹介しました。ぜひ日々のあなたのダイエットにお役立ていただければと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。